現在は、まあ、王様になったと思いますけども、当時はモリシャスの皇太子でした。あるいはマレーシアの大蔵大臣の息子であるとか、まあ、信じてきてるのも中にいたんですよ。自分のお金でね、それはもうとんでもない金持ちでして、ベネズエラの石油王の息子とか、そんなのはいましたですね。面白いのでは、香港から、まあ、香港マフィアの親分の次男だって言いましたですね。である日私がですね、これから首都に行くなんて言いましたら、よろしく、何かあったらここへ行きましょうって電話番号を教えてくれましたけど、喜んでいるのが話になれば、まあ、それくらいしたらなと思いました。首都に行く新人公の新規学もあったと言われまして、あ、そういうものを言いましたね。まあ、どうかと私はそういう生活をしながらですね、人間っていうのは怖いですね。慣れてるのは怖いですね。そういう生活をしながらも全然特別な生活をしている最高の教育を受けているというのは思いませんでしたね。特に私が住んでいたカレッジにはですね、毎週のようにですね、ノーベル賞級の科学者たちがやってきて、寝泊まりしては1週間ぐらい経っては帰っていくというような生活が続いたわけであります。で、それでも慣れてるのは怖いものですね。そういうのが当たり前になってしまうんですね。特別な生活をしているというふうに思ったこともありませんし、自分が特別な生活をしている、させてもらっているという意識もありませんでしたね。もちろん最高の教育を受けているなんてことが今になってみると、ああそんな世界もあったんだなと思いますけども、それも思わない。でもね、ただ一回だけ私は最高の教育を受けているんだというふうに自覚したことがあります。それはある日のことですね。私の住んでた彼でちょうどかまぼこ型の天井になってまして、それがちょっと通路になっているんですけども、その通路を通り抜けて、まあ、ガラスの二重になっているんですけども、最初のガラスを開け、ドアを開けました。その右手にですね、出ていくときに右手にですね、花台の上にあったんです。花台の上に花瓶が置いてあったんですね。で、ある朝、大学へ行くときに、その、ふっと何気なく見ますと、その花台の上に、当時の50セント硬貨が置いてあったんです。まあ、当時の為替レートによれば、日本円で200円ということでありますけれども、まあ、大体50セントあれば、昼飯が何とか食べられる、カフェでね、昼飯が食べられる額なんですね。金がコインだったんですね。で、私はそれをその50セントを見たときに、ふとこう思ったんです。ああ、誰か残したんだな。そして誰かが拾って、そこへ置いたんだな、というふうに思ったんですね。ところがですね、その50セント硬貨がね、その翌日のそこにあったんです。翌日に。誰も持っていく人がいなかったんですね。持っていこうと思うような学生がいなかったんです。私は先ほどちょっと言いましたように、昭和22年までの団塊の世代なんですね。非常に貧しく、まあ、いい意味ではたくましく育った世代なんです。道路にお金が落ちたら、さーって拾いましたよ。財布なんて絶対に公安や警察にはとか、親には届きませんでしたから。お金はもうもらいと言ってくれてる。これは当たり前の生活だったんです。生まれも育ちもよくありませんでした。そういう私はですね、その50セント硬貨に、まあ、大きな衝撃を受けたわけです。50セント硬貨がある。そしてその50セント硬貨が次の日、またその次の日もあったんですね。私はその50セント硬貨を見るために、誇らしさと胸がね、張り裂けような、そういう感動を覚えましたね。その時ですね、私は最高の教育を受けているんだ。私は最高の教育を受けているんだという認識を実感しました。そしてそのお金がその次の日まで、その次の日まで、まあちょうど1週間ぐらいしたらそのお金が切れましたんで、誰かまあそういうおばさんか誰かが片付けたんだろうというふうには思いましたけども、ともかくもう1週間近くそのお金がそこにありました。その時私は最高の教育を受けているんだというふうに思った。そしてそれがですね、私のその後の人生の到達となったわけであります。皆さんは多分こう考えられていると思います。青春時代というのがあって、それから少年期、老年期があるというふうに思われるかもしれません。じゃあゴールは何か、人生のゴールは何か。私のこれは考え方ですけれども、人生のゴールというのは決して、ね、老年期にあるわけではありませんよ。私はもうそろそろその老年期の足を使っていますけど、老年期じゃない、少年期でもない。どこにある。実はあの青年期こそが人生のスタートであると同時にゴールなんですね。じゃあそのゴール、私たちはどういうふうに導かれていくかと言いますと、その時にした経験、思いというものが灯台のようになって自分の行く道を照らしてくれるんです。
繰り返しますけど、私を丸く育ちにそれほど良い人間ではありませんでした。そんな私はですね、かろうじて、本当にかろうじてですよ、道を踏み外さないで、まあ今年61歳を迎えられたというのはですね、あの時の50セント効果があったからなんですね。何かあると僕は成功のことを受けたんだ、そういう思いが自分をしてですね、道を踏み外さないようにしてくれたんですね。ですから私は言うんです。子供たちに言います。青春時代は決して人生のスタートラインじゃないんだ、ゴールなんだという思いがありましたから、息子、特に長男にはそういう経験、私たちと同じような経験をしてほしいです。ですから長男が物心をつく頃から、私は迷わずいつもこう言ってました。お前は大きくなったらオーストラリア行け、外の世界を見てこい、広い世界で羽ばたいてみろ、それが私の口癖だったように思うんです。そして息子は息子でそれを、まあ、暗黙の了解といいますか、当然のことといいますか、受け入れていったんですね。そして高校3年生が終わりまして、まあ、その流れというか、自然の流れの中で息子を私はオーストラリアに送ったわけであります。ああ、これでよかったというふうに思ったんですね。ただ息子はですね、当時伊丹空港から、まあ、オーストラリアに渡ったわけですけども、一言捨ててるように教えてましたね。俺は二度と日本には帰ってもいいからな、こう言いましたね。まあ嬉しくも悲しくも寂しくも、また何て言いますかね、息子にたくましさを感じたり信じられましたけども、ああ、それでいいというふうに自分を納得させて息子を送ったわけであります。しかし現実問題としましてですね、外国の生活にそのまま馴染める子供というのは3人のうち2人なんですね。1人は合わないと考えているんですね。それはいろいろ条件が重なってくるんですけども、ただ長男については合わなかったんですね。水も空気も食べ物、そして環境も合わなかったと思うんです。まあそんな中でも1年2年というふうに学生生活を送ったんですね。まあ彼らに頑張ったと思いますけども、当時はまだインターネットがない時代ですから、連絡といえば手紙、電話だけですね。緊急の場合はファックスレターという工具がありまして、ファックスでまあこういう郵便局を送って、そして届いてもらうという方法があったんですね。月収先にはファックスはありませんでしたから、まあそれがまあお互いの連絡の仕方があったんですけども、2年が終わって、でまあ語学校を卒業して、いよいよこれから専門学校、で入るというその時に電話がかかってきたんですよ。パパって言ったんですね。なんだと思って聞いたら、もう悲痛な声というか、いつもの声とは全く違った声で、パパもうダメだって言ったんですね。私はその声に異常なものを感じましたので、帰ってこい、今すぐ帰ってこいと言ったんです。まあ驚いたのは2日後の夜でしたね。私いくら帰ってこいって言ったかもしれない、その翌々日に帰ってくるとは思ってもいませんでした。裏の建物に帰ったら、大きな方がお母さんにそこに息子が立っているじゃありませんか。お前何だったの、ただいまって感じでしたね。そんな早く帰ってくるとは思っていませんでしたから。まあそれが、それに続く長いトンネルの始まりでした。まあ日本へ帰ってきてから、まあ最初のもう記憶にはどんどん残ってませんけども、しばらく、まあ本当にだらしない生活をしたんですけども、当時は、まあ、向こうでかなり苦労